アロハ、皆さんこんにちは。アロハのクラブのあゆこです。今日ご紹介するのはスワップミートをご紹介したいと思います。で、今私ここ来てるのが、後ろにもちょっと見えてますが、アロハスタジアムに来てます。で、スワップミートは毎週週末かにアロハスタジアムで、行われるなんか大きななんだろうな。ファーマーズマーケットではないけどフリーマーケットみたいな感じのところで、いろんなハワイのなんかお土産になるようなものだったりとか、まあ、いろんなアイテムがとにかく安く買えるので、今日はそちらをご紹介したいと思います。ちょっとまだ腰が痛めてるからそうなんです、歩き方おかしいかもしれないスローだからちょっと病み上がりですけど、頑張って紹介していきたいと思いますそれでは行ってきます。レッツゴー。ちょうどここぐらいが入り口かな。そうだね、ちょっと変わってるもんね、前と。そうだね、コロナになってからちょっと変わってるから。内側がフリーマーケットみたいな感じで、なんだろう、まあガラクタから掘り出し物までいろいろなものが売ってるので、で外側のなんか列がこう二重になってるんだけど、外側がまあフリーマーケットっていうよりは。ハワイのなんだろう、なんかいろいろああいうサロンだったりとか、フラのスカートだったりとか、ハワイアンキルトもあるし、あとステッカーとか、なんかもうとにかくいろんなもの、ポーチとかそういういわゆるまあ新品のものだよね、が売ってるので、まあそっちの方行くかな。外回り、外回り行きたいと思います。安いよね。バラ巻きのお土産とかさ、そういうところで買っていいよね。いいよね。あ、そうだね。こういう携帯カバーもね。可愛くない？本当だ、可愛い。可愛いな。こういうサロンとか。今マスクも売ってるね。あ、本当。どうだろう、でもちょっとこの生地は息しづらい、ね。しづらいかもしれない。あ、でも T シャツがさ。T シャツすごいよね。もうめちゃくちゃ安いから。安いよね。6枚で$20だもんね。1個$3ぐらいだね。ちょっとでさ。ああ、ちっちゃいポーチもね、お土産で配るのにもいいしね。そうそう、これ2個で$5でしょ。そう。めちゃめちゃ安いよね。安い。こういうとか結構ね。そう。可愛いんだよね。可愛いよね、生地が。可愛い。ほら、プルメリア。すごい、どんどん新しいのが出てくる。お、4個で$20。1個$5。$5だからさ。普通だいたい1枚で安くても$10、$15ぐらいするよね。うん、するね。ワイキキで買おうと思うと。ビーチですごい大活躍するんだよね。うんうんうん。結構おすすめの。これそう、うちのね、マミーが気に入ってるやつ、折りたたみのお湯、わりかし丈夫な、しっかりしてるよね。そう、しっかりしてるの、生地が。こうやって折りたためて。そう、筆箱みたいにね。これが3個で$10。そう、めっちゃ安いよね。で、1個だと$4なんだ。1個$4。超いいよ。ね、これもお土産にも。可愛いしさ。そう。見て見て。何かを彷彿する。今日ハワイがなんていうの？スラングみたいな感じで、ね、そうそう、ザをだっていうのね。で、まあいわゆるノースフェイスをのパロディみたいな。ノースショア。でもさ、可愛いよね。可愛いね。色も可愛いしさ、デザインもさ、ちゃんとハワイのマーク入ってる。島のね、あれがレインボーとハワイでしょ。そう、いいね。考えてあるね。これいいじゃん。考えてあるよね。これ意外にいいよね。可愛い。しかもこれ1枚$6。で4枚買ったら1枚$5になるからさ。そうだね。いっぱい同じようなお店がいっぱいあって、で後から買おうと思ってもどこかまた忘れちゃうから、だいたい値段もほとんど変わんない。からいいなと思ったらもうパッと買うようにした方が。確かにね。あと基本的にはあんまりカードが使えないから、キャッシュをちょっと持ってきた方がいいかな。たまにね使えるお店あるけど、基本的にはもう全部キャッシュで払うので、ちょっといっぱいゲットしたい方は多めにキャッシュを持ってきてもらって、$100札とかだと嫌がられる。そうだね。大きいお金だしね。だからもっと細かいお金をいっぱい持ってきてください。結構時々運がいいと大量買いするとなんかちょっと交渉すると安くしてくれる時もあるよね。そうなのそうなの。なんかダメ元で交渉してね、これだけ買うからちょっと安くしてって言うと安くしてくれる時もあるね。くれるんじゃない？カーナーとかあ本当だね。デザインして。エミリーとか書いてあるもんね。自分の名前で作ってくれるんだと思う。1文字につき$1で入れてくれるんじゃない？ベースを買って、オハナだったら1、2、3、4、5文字だから$5で名前入れてくれるんじゃない？とこの枠と、そう。あとこういう道具なんだろうね。こういうのをさ自分で選んで作って、でレターは$1、一文字$1で入れてくれる。あ、これあれ？なんか名字とかすごいね。こんないろいろ絵描いてあって1文字$1だったら安いね。ね、よし。ハワイアンキルトもね。お家あるよ。大きいやつ。あ、うちね、実家にね。そうそうそう。はい。どうぞ。アロハ。はい。Good morning。Good morning。Yeah, good flight。すごい種類もたくさんあるね。あ、カバンもある。カバンもある。じゃね。Mom, what size today?Ma'am, I give you a 4. No, I give you a 425. $35だけど多分ね、交渉したらね、安くしてくれるのよ。Oh, you want this one here? なんか隣の人今なんか安くしてくれてるね。本当。そう。そうね、すぐ安くしてくれる。Ma'am, this is only the need you need. And some more over there, ma'am. ね、色ね。これも色がさ、色とデザインでさ。その場限りだからさ。そうなんだよね。いいのがあった時に買っといておいてね。ディスカウント30。元いくら？$35。$35。多分2個買うともうちょっと安くしてくれるかもしれない。携帯ケースね。携帯ケース。スムージーだね。すごい。ハワイ県シャトーキビ。ハワイアンっぽい感じだから。すごい、なんかここ食べ物ね、食べ物コーナーみたいになってるね。前なかったよね。なかった。絶対いいと思う。だって前さ、欲しいなって思ってたもん。あ、食べ物？そう。確かに。お腹空いてもさ、パンかさ、ドライフルーツとかしかなかったからさ。うん。すごいいっぱいあるよ。スパイシーチョイソー。いいな、ポテト。ね。美味しそう。クラシック14美味しそう。あ、マラサダも売ってる。あ、串？本当だ。本当だ、ソーセージとか。すごいね。あ、美味しそう。焼き鳥屋さん。どれ？スムージーとアサイーとか。可愛いこの。本当だ、ベリー。あ、美味しそう。スムージー、後で飲もう。ハワイで人気のビリヤタコシね。私大好き。美味しいよね。タブロポークナチョス。ね。ここら辺ずっとあれだよね。フードエリアだったね。あ、ちょっともう撤退し始めてるわ。あ、本当だね。時間的にもうお昼11時半か。でこちら今外回りだからどっちかっていうとフリーマーケットでいろんな骨董品とか、そう骨董品とかお洋服もそうだし、なんか本当にいろんなものがあります。なんかクロックスのあれだ。ピンのやつだ。おもちゃとか売ってるね。フリーマーケットだね、本当に。こっちも服がもう山積みになってる。すごいことになってる。すごい。あれじゃない、コーヒー袋を使ったカバンだね。朝の。ね。本当だ。ハワイ、ホノルルコーヒー、ハワイコーヒーとかあるね。Hello. 鍋とか売ってるね。メジャーとか文房具系が出てきたね。あ、乾き物ね。はい、スタート地点に戻ってきました、ね、途中で引き返したけど、まあ、ほぼほぼ1周ぐらいしたよね。ほぼ、ほとんど見てきたかなって思います。いかがだったでしょうか。結構楽しかった。新しい発見はフード系がすごいいっぱい出店してたっていうことだね。ね、フードエリアって書いてあって、そこにフードトラックとかね、飲み物食べ物が。スムージーもあるし、いろんな食べ物があったね。あったね。うん。ちょっと小腹空いたら食べれるようなものからがっつり系まで結構あったから、それが確か前はねなかったと思うんだよ。食べ物はなかったよね。時々飲み物とかシェイプアイスはあったけど、そう、あんまりなかったからあるといいなと思ってたからね。そう、それができたのがすごいいいなと思いました。相変わらず品物も安くて、そう安いし、まあちょっと交渉したらディスカウントもしてくれたり、そういう楽しみもあるかな、お買い物で。無事にサロンもゲットしたし。そう、今日は買いたかったサロンと、あとちょっと木のお皿、いいなと思ったので、それをちょっと購入しました。それも両方とも安くしてくれた、ね。安くしてくれた。なのでぜひぜひ、またここスワップミートに皆さんも来てお買い物を楽しんでみてください。今日の動画面白かったよと思ったらぜひいいねボタンよろしくお願いします。チャンネル登録もしていただけたら嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。アロハ。